ドーブル、水五郎、フラベベ。ありがとうございます。今日は、イブヒロス、買ってきました。ついに、5バッグだけですけど、買ってきました。まあ、さすがにちょっとボックスを買うのはちょっと、まあ、他に並んでる方がいたんで、まあ、ちょっとそれを考慮して、まあ、5バッグしか買わなかったんですけど、まあ、5バッグで別に、あと取れんじゃないかなって。で、まあ、今回、買いました。では早速開けていきましょう。いやもう高いのは当たったらどうしましょうね。いますか？いやちょっとそれはまだわかんないですけど、まあ、とりあえずスーパーレアで狙っていきたいと思います。私デュエルマスターズやってた時から特技があるんですよ。自分で重さを測ることができるんですよ、パックの。なんでとりあえず試しにやってみましょうか。わかるんですよ、重さが。こうですね。こっちが軽いですね。こっちが軽くて、こっちが重いです。なんで軽い方から開けていきましょうか。軽い方から。一バック目。よっしょ。軽い方なんでね、どうなるかわからないですけど、多分外れじゃないですかね、こっち。マリルリ。四面化。マグマック。ファッションモール、マクロ、ハズレですよ。一バック目当てましたよ、これ。一バック目、こっちも多分ハズレだと思います。行きましょう。キンバス、ビリリダマ、イーブイ、私らが、これレアですね。ガルーラ。まあ、レアなんで、まあ、外れではないですか？ちょ、外しました。外しましたわ。はい、3パック目。行きましょう。こっちは、当たりっぽいに買ったんですよ。1パック目行きましょう。こっちは当たりっぽかったんですよね。プルマユ。シビシラス、ニャース、カイロス、エレメンタルバッチ、ハズレです。こっちはハズレでした。全然当てならないですね、私の推理は。はい、次は当てていきましょう。なんだかんだ言ってあと2バックしかないですよ。なんだかんだ言ってあと2バックですよ。やばくないですか？どうぞ。シビビール、マグカルゴ、ヤンチャミ、マクワ、ミロカロス。やばいぞ、これは。大爆死やで。あと1バックにかけるじゃないですよ、本当に。行きましょう。やばい、大爆死やで、これ。ドーブル、水五郎、フラベベ、オーロンゲ、グングンシェイク。爆死です。爆死。